パーダンピングビデオシリーズ。スーパーダンピングカットビチキンレース。ルール説明をします。こちらのチョロQを使ってチキンレースをやりたいと思います。こちらのテーブルの黄色い線より奥からスタートさせて一番左側のギリギリまで一番近づけた人が優勝です。テーブルから落ちてしまったら失格です。それでは皆さんギリギリ攻めていきましょう。イエーイ。ちなみに、はい、商品は、あ、ソースイ、はいはい、こちらはなんと商品がございます。ジュース1本ごちそうするぜ。でも今のなんて聞こえない、多分ジュース1本ごちそうするぜ。しかもビリのやつがな。さあいよいよゴッド野村最初の爆走チョロQ第1走目始まります。ふかしてるふかしてるで。お、このちなみにこのチョロQは円田ジョージさんに借りたチョロQでもあります。さあこのチョロQがどこまでいけるか。いくよ。はい。ああ、でも落ちなかっただけでもきっといいことなんだろうね。チキン野郎だな。何センチかな測ってみるけど何センチかな、夢があるよね。ただいまね、記録55センチ。はい、じゃあ次はもう最もチキンとは縁遠い男、お、むしろポーク、サタン鈴木がチャレンジします。いきます。あ、やっぱりこれちょっと多いな。いきます。チキンじゃねえの。こんな、いきます。だい、お、いなかなかのチキンを、はい、測定します。もう私はチキンでもポークでもないただのビーフでしたね。ただいまの記録、56センチ。お、はい、おー、ベータ級に1センチ寄るのがチキンだな。チョロQのアメちゃんと言われた。いつ言われた。いつ正午ぐらい。はい、じゃあチョロQのアメちゃんと言われたアメちゃんの第1投目でございます。ちょっと、ああ、なるほど。なるほど。いきます。これはすげえな。じゃあ測りましょう。上がって上がって。ただいまの記録、101センチ。メーターいっちゃいました。すごいな。1メーター超えたか。クックドゥードゥルドゥだな。クックドゥードゥルドゥ。すげえな。パトパトやっちゃうよって。やってやってやっちゃうやっちゃう。はい、セクシーセクシー。え、怖い。あ、もうちょい。ダイナマイ。あ、おお、いい。もうちょい。ダイナマイ。お、おお、いい、いいじゃん。セクシーダイナマイ。いいじゃん。めちゃくちゃいいじゃん。ただ今の記録、30センチ。おお、めちゃくちゃいいじゃん。はい、じゃあ次インベーダー野村ベータ君第2投目ですね。大体分かった。大体1回目でね、大体感じは掴んだかもしれないね。全然分かったかな。お、いい、いい、いい、あー、お、いい、いい、いい、あー、惜しい。じゃあ、まずは惜しい。そう
なっちゃうよね。でも感触的には良かった、ね、すごいよ、うん、よかった、めちゃくちゃ美味しかったね。バツバツ記録出し、ね、もう始まってんの、もう始まってんの、はい、大変だよね早いな、結構強くていいのかな、うん、これ強いな、ああなるほど、こんぐらいだ、ああおおおおおおおめちゃくちゃいいじゃん、いいじゃん、来たね来たね、ただ今の記録、15センチで 15? すげえじゃん、これ15ですね、ありがとうございます、めちゃくちゃかっこいい、おめでとうございます、すごい、やったるんで、いきます、怖い、チキンだ、ビビってんな、ビビってんな、でも落ちないときいいよ、私ビビってるわ、落ちたら何もなれないから、ね、うまい今ただ今の記録63センチ、おお、63、うん、なるほどね、1回目のが良かったんです、1回目のが、ラスト、 そうだ、ね、ラスト本気出して、なんでもな、あえ、はい、42センチかな、でも42、夢の40センチ台出したじゃん、そうだね、別にラストだね、はい、ベイダー今日は1位はないと、うん、ないね、今ない、あちょっとエアコン止めてくんない、ちょっと関係ねえよやっぱ空気で、ジャンボ尾崎風向きでな、なるほど、絶対かお静かに、いけ行け超もっとこれはでもこれビリになるの、これ42を超えなきゃビリになっちゃうの、これあもうビリ決定、うん、いや42を超えないとね、あただいまの記録、39歳ビリはまとめビリ決定、ビリはベイダー教の決定だね、これ俺怒るのか、じゃあ私に怒ってくださいということで、いやまだわかんないです、ね、まだわかんない、ね、いや私もやるかもしれない、ちょっと伊沢さん、はい、ギリギリ言ってよ本当だよ、まとめいつも生きていたいから、ああうわさあただいまの記録、はい、48センチ、しょぼいチキンだ、テテテテレレレテテテテテテレレテテテテテテレレレテテ、測定、はい、測定させてよ、ちょっともう一回やってみる、もう一回、もう3回やるいや、3回はやる、じゃあこれはとりあえずさ、俺が怒るっていうことです、ね、ああ、なるほどね、閉めていいよ、ただいまの記録、70センチ、701回戦目は、うん、伊沢さんの優勝でーす、はい、ありがとうございます。
私はデリシャスでした、はい、いただきます。はかりやんの方々は3本連投するから準備しておいていただいて、はい、では第2回戦、3回連続で、はい、挑戦します。はっ、はい、おお、いいじゃない、いいじゃん。判定ジャッジの、うん、お願いします。10ゲーム これ90度が分かんねえからよ。まず大体でいいよ。なるほど。それはダメだ。わざとすぎんだ。あ、動かしちゃった。ねえ、それだよ。ダメだぞ。ですね、大体ですね、定規面じゃない、22かな、22、うん、あ、すごい、よし、うん、これ感覚分かんないんだろ。長距離ジャッジアウト、アウト、センキュー、ゲットウェイ、はい、オーライ、じゃあ行きます。レディー、はい、ゴー邪魔だよ。ゲットナウ、おおおおおおブレックダウン、惜しい、アウト、惜しい、いい感じだったね。ブレックダウン、惜しいね。チョークゲットウェイ、レディーゴー、必要ないじゃん。おおおお、でもさっきの方がいいかな。 It's just 20。 あ、20、はい、じゃあ俺のチョロキュージャッジ誰かな。定規面、定規面、新しい定規面が、アメーバイズオーバー、定規面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 。じゃあ私の、あ、今のはないだ、今ないだろ。今ちょっとギリギリだったら絶対そこでいいよねとか言いつつ今のないよ。絶対止まってたら言ってたもん。ちゃんとやってくれよ。わかる。まあ遊びじゃねえんだぞ。そうだ、今から3回俺ちゃんとやっかんな。ちゃんとやって。そう、トゥって言われるとやんなきゃいけない気持ちになる。お前やってたじゃん。何でプレッシャーだったよ。チョロ Q ジャッジメン。いきます。はい、まあ、チョロ Q っていうのは結局あの物理学だ。ちょっと思い切ってこの辺行ってみようかな。思い切ってあ、勘弁してよ、勘弁してよじゃあ多めに見て、ちょっと思い切ってこの辺行ってみようかな。1回目まだ、まだ1投目もう全然ダメじゃん。加速したよ。加速したね。はい、1回目パーッ、この感覚で、むしろ干しちゃダメじゃん。さっきよりちゃうカーリングじゃねえか。おお、いいんじゃない、おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。伊沢さん超えたんじゃないこれ。16かな、16、うん、本当、うん、なんで被った誰か。いや、伊沢さん15だった。あ、本当、うん、あ、まだ伊沢さんには勝てなかったか。17か、もっと2センチ生きて、うん、あ、違うな。2回目、あ、ラストか、ラストよ。あ、強いよ、いっちゃった。でもいいね、16か、攻めたよ、かなり。ジョーグウーメン。また温度だな。いいですか。はい、いい、はいよ。雨バライ、もう数えるまでもねえな。32.3センチ。あ、チキン、うん、チキンだ、チキンやろう、チキンだな。クリスマスは迎えらんねえよ。もうクリスマスがお似合いだな。チキンだから。あ、強い。あ、はい、2回目だね。チキンじゃなさすぎる、その間。チキン攻めるなって。もう牛丼だよ。牛丼はいいね。惜しい、惜しい、記録33。いくら惜しいも惜しくないもん、ビビ、落ちちゃ何にも意味がねえんだ。
おお、すげえなこれ。まあでもいいのよ。86。すげえなこれ。しそ町だ。え、これさ、え、こっちがこうか。はい、全然弱いよ。75。はい、しそ町だこれ。もう数えてねえしな、アメちゃんな。本当だよ。しそ町だこれ。やったー、ビリじゃないんじゃないこれ。かっ飛んでんな。ひろみちゃんの記録、はい、75cm。 ビリが一番高いジュースかな。え、モンスターじゃない。よかった、俺じゃなくて。みちゃんが。何がいい？モンスター、俺モンスター。モンスターマジ飲んでるの見たことないけど。モンスター。おいやあれ、トマトジュース。100円の？100円の。モンスター。普段飲まないんだけどね。これ誰かに買ってもらえるってなると、どうしても一番高いの飲みたくなる。やっぱ人の金で飲むジュース最高だからな。 ありがとうございます。いただきます。あ、ベーダー教がアメちゃんにね。はい、いただきます。というわけでスーパーダンピングチョロQということでね、勝利の美酒はチョロQの味チョロっとQいただきます。おいっきゅー。